チャンネル。皆さんこんにちは、白熊ななみんです。いつも白熊ななみんチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。皆様、梅雨や夏の暑さにも負けずお元気でしょうか。ななみんは元気です。さて、本日の動画なんですが、私は YouTube の他にも Twitter、Instagram、TikTok をもう数々の SNS をやっているんですが、その中でも Instagram でフォロワーさんたちとよくおしゃべりしています。今回 Instagram のストーリーズにてこちらイラストのリクエストを募集したんですね。すっごいたくさん来てとっても嬉しかったです。皆さんありがとうございます。たくさんのリクエストの中からピックアップして何点か絵を描いていきたいと思います。今回は人間のイラストをピックアップして描こうと思いますので、動物編はまた次回出そうかなと思っております。ぜひそちらもご覧ください。それでは早速描いていきます。まずは画材紹介です。毎度おなじみマルマンのスケッチブックとユニボールシグの 0.38mm の黒のボールペンを使います。それでは1つ目、浴衣の男の子と女の子のイラストを描いていきたいと思います。本当はアイコンと ID が書かれているんですが、プライバシー保護のため消させていただきました。リクエストありがとうございます。さて、こちら浴衣の男の子と女の子、ななみんは以前生配信か何かの時に和服を描くのは難しいと伝えたのですが、やっぱり和服ってバランス取るのが難しいんですよね。今男の子の右手と上半身部分しか描いてないのに、早速女の子の方のイラストを描いています。こんな感じで私はいつもちゃんと一人ずつ描くというよりは、全体のバランスを見ながらまずどこを描こうみたいな感じで優先順位をつけて描くようにしています。そもそも人の以前に浴衣の着物を描くのがすっごい難しかったので、私はよく着物を着ている人の写真を見ながら真似して描いてみたりとか、私が実際に浴衣を着る時に着物の帯はどうなっているかとか、細かいポイントを意識して覚えるようにしています。あとはもう描きまくって手を鳴らすしかないですね。今回のイラストたちはボールペン1本だけを使用して描いているので色はありません。色がない分、柄でどれだけ華やかになるかというのをぜひ楽しみながら見てください。浴衣のカップル完成です。2つ目、動物に囲まれている女の子ということで、早速描いていきましょう。次回の動画で動物はメインに取り扱うんですが、今回もちょろっと描いてみたいと思います。これを描くにあたってまず想像したのが、動物がたくさんイコール牧場イコールオーバーオールかなと思ったので、女の子の首元はこんな感じでフード付きパーカーにオーバーオールを着せてみました。そして動物たちは大きい動物もいれば小さな動物もいるように、いろんな動物を選んでみました。ちょっとこの豚ちゃん横向きの姿、足が短すぎたかなと思いますが、まあまあ良いとしてください。動物とかのイラストを描く際は正面を向いているイラストだけだとちょっとつまらないかなと思いますので、横向き、寝てる姿、歌ってる姿などいろんなポージングを考えてあげると絵が華やかになると思います。動物に囲まれてる女の子完成です。どんどん描き進めていきましょう。今度は魔女と黒猫ちゃん。魔女といえば大きな帽子と黒いマントがイメージにありましたので、早速それを描いていきます。ただシンプルに描くだけじゃつまらないかなと思いましたので、女の子らしく帽子、首元、髪の毛、あとは黒猫ちゃんの尻尾などいろんなところにリボンを描いてみました。可愛らしさが倍増です。あとは2人で何か魔法の歌でも歌ってるのかなという感じで、歌ってるシチュエーションにしたのもポイントです。こういう風に絵を描くときは何か動作をつけてあげるとより可愛くなるかなと思います。よくななみんさんは絵を描くときはどんなことを考えながら描いてるのという風に
聞かれることがあるんですが、特に考えるというよりはなんか手が勝手に動くと言いますか、輪郭を描いて顔ができた時に、あ、この子にはこうしようみたいな思いつきで描いています。自分で描いた作品は全部自分の子供な気分でおりますので、その子がいかに可愛く見えるかっていうのを気にしながら描いています。お次はハイハイしてるムニムニ赤ちゃん。なかなか赤ちゃんのイラストを描く機会がないので、今こうざっくりと輪郭を描いたんですが、歪んでいて、おお難しいとなっています。赤ちゃんといえばまん丸なお顔にまん丸大きなお目目、小さな鼻とぷっくりほっぺにちっちゃな口というイメージがあるので、それを表現してみました。輪郭の歪みが気になったので線を何重にもしてちょっと輪郭をごまかしています。顔だけでなく体の輪郭もこうやってもしゃもしゃっとさせることで、ちょっとそれっぽいイラストにごまかしてみました。一発描きをするときはもう勢いよく描いて、もしちょっと失敗したらごまかすというのがポイントです。お次はメイクを頑張ってる女の子ということで、イメージ的にはもう家で部屋着でちょっと失敗しながらもうーんという表情でやってるイメージがあったので、早速描いてみます。マスカラを塗るのに苦戦していて、まつげがバッサバサになりすぎちゃったりとか、チークを塗りすぎてほっぺが真っ赤になっちゃったりとか、細かい表現でメイクを頑張っているというのを伝えるようにしました。あとこの場所は洗面所かなというイメージなので、片手は洗面台に手をついて、下に化粧道具がたくさんあるというちょっと細かいシチュエーションも表現してみました。伝わるかな。それではこちら完成です。お次はスイーツを前にし目を輝かせる女の子ということで、なんだかすごくいいお題をいただいて、リクエストしてくださった方ありがとうございます。今回の女の子の前髪はカタカナののみたいなのをサッ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 と書くだけで、ちょっと薄い感じ、シースルーバングなイメージで書いてみました。一旦女の子の首元まで書いたら、手前のスイーツコーナーをたくさん書いていきます。手前に大きめに書くことで少し遠近感が出て、スイーツが目立つようになるんじゃないかなと思います。パフェの中身など、下からコーンフレークとかコーヒーゼリーとかクッキーとか、そういう風に細かい設定などを自分の中で決めて描くと、よりその絵が楽しく描けると思いますので、ぜひ描く際は自分の中だけでも細かい設定を決めて描いてみてください。こちらが今回のリクエスト企画の最後のイラストとなります。アイスを食べている制服カップル。こちらのリクエストの他にも、制服カップルとか夢の国のデートをしているカップルのイラストとか、すごいカップルのリクエストが多かったです。こちらのイラストの他にも別のパターンのカップルを描いたら SNS に載せたいなと思ってます。ただアイスを2人で楽しく食べてるだけじゃつまんないかなと思ったので、細かい設定を考えながら描いています。例えばこの日は真夏という設定にして、男の子がすっごい暑そうだったりとか、暑すぎて女の子のアイスが溶けちゃったみたいな感じで、裏設定というか、こういうちょっとした設定を作ると絵を描くのも楽しくなるかなと思います。あと私自身いろんな表情を描くことが好きなので、ただにっこり笑顔だけでなく喜怒哀楽、いろんな表情を描けるように練習しています。この絵で一番難しかったのが、この2人がどうやって座ってるように見えるかというところですね。やっぱり遠近感ってすごく難しいんですよね。膝の曲がり方とか、椅子に座ってるこの奥行きを感じられる描き方とか、まだまだ私も課題がたくさんです。今回もちょっと輪郭が不安定だったので、全体的に輪郭を何重にも重ねて、それっぽいイラストにごまかしてみました。それではこちら、アイスを食べてる制服カップル完成しました。こちら完成したイラストたちです。こんな感じで
また視聴者さんにリクエストを募ってお題をいただいて書くというのも積極的にやっていきたいと思いますので、その際はぜひ皆さんコメントなどなどよろしくお願いします。今回のイラストメイキングいかがでしたか？ぜひ動画を見ながら書く練習もしてみてください。リクエストいただきありがとうございました。はい、ということで今回はイラストのリクエストをいただいた中からいくつか書いてみました。完成したイラストがこんな感じです。スケッチブックに適当に書いたので、ちょっとここら辺の空白が気になりますが、まあ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 ということでこんな感じです。イラストはそんなに力を込めすぎて描くというよりもリラックスして描いた方が良いのかなと思ったりします。また完成したイラスト SNS に載せようかなと思っていますので、そちらも合わせてご確認ください。今回は人物メインのイラストだったんですが、次回は動物メインで描いていきたいと思います。こちらのリクエスト企画いかがでしょうか？ぜひともコメントお待ちしております。ぜひ皆さんもイラストを真似して描いてみてはいかがでしょうか？何か参考になりましたら幸いです。それでは今回のこの動画が参考になったよとか良かったよと思った方は、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆様からのコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。白熊ななみんでした。さようなら。